ご視聴ありがとう、こびせんのうぐいすまりだ。泣きに詰めたお供の狐にございます。源清麿と、水心寺正秀もいるぞ。で地獄。あ、あちひと。鳥居夫妻も。鳥居一家惨殺事件。順番としては道真は2番目に襲われたのか。で、道真殿だけが一命を取り留めたのですか。鳥居夫妻は、ゾンネさんのこと、本当に我が子のように思っていただろうし、許し難い裏切り、だっただろうね。そう、だな。死者の思いを。道真の怨恨は、道真本人だけのものではなく、両親のものも合わさっていたんだな。生き返る瞬間まで尊姉を恨む両親の声を、薄れる意識の中で聞いていたのだな。まるで呪いのようだね。明人くんたちが、奪ったままにしておきたかった記憶。聖夜が、友樹と同じことを言ってる。今は、聖夜がこの立場なんだな。感慨深いですな。束縛の、証。その言葉は呪い。これは、聖夜殿ではなく、道真殿のことだったのでしょうか。お金？才の宮学園。道真殿が合格していた高校とは、聖夜殿と同じところだったのですね。もしかすると、ゾンネも。両親と明人が亡くなって、道真も、ゾンネと似た境遇になったんだね。でも、ゾンネさんにとっての鳥居夫妻にあたる大人は、道真くんたちにはいたのかな？どうだろうな。鳥居家は近隣住民たちからは慕われているようだったが。喪失の証。道真殿もまた、若い自分の自由を失ったもの。前吉が、前吉のようなものがそばにいてくれたら。ゾンネ、聖夜の言う通りだ、もう終わりにしよう。恨み続けるのも、しんどいよ。ここは？ハイデルバッハ帝、現実世界に戻ってきたのか。最後の怨恨の間は、閉じた？左に続く道が光ってますが。聖夜、追いついた、ってこと？聖夜の無事に安心するあたりが実に道だね。こちらが素なのですよね。恨んで憎んでいる方が無理しておられるのですよね。あっぱれに帰った。強い。鋼の意志を感じる。ゾンネの方もか。やっぱりこっちにはひんねる。待って、道真と同じこと言ってる？なんなのこの二人、なんでこんな二人が憎み合わなきゃいけないんだ。二人とも、優しすぎた。だな。ヒンメル殿も腹をくくられたご様子。クライマックスだね。セーブ。ってことはイベントか。トモキ殿が聖夜殿を止めに行った時のように、聖夜殿、ヒンメル殿を操作して、道真殿と本音を止めるようですな。奪ってない奪ってない。わかってはいるのだろうがな、今は考えられなくなっているんだろうな。
ヒンメルは片腕をなくしていっぱいいっぱいだった分、余計なことを考えずに済んだのか。皮肉なものだよね。これまで一歩引いて落ち着いた振る舞いをしてたヒンメル君の、この必死な様子、きっとゾンネさんにも伝わってると思うけど。道だね、ヒンメルには会えていたんだな。ゾンネが特別だったからこそ、彼女の本心を知るのが怖くて避けてしまったんだろうが。せいや。素が出てる出てる。せいやも変わったのでな。素直になったせいや殿か。これからまだたくさん思い出を作っていただかなければ。あ、まずい。通れるのどこ？あ。ぐぬ。ゲームオーバー。ですね。悔しい。なかなか忙しいね。あと何部屋あるんだろう。頑張る。リベンジ。よしよし。お、これはいい鉄則なんじゃないか。そうですね。ゾンネが道真を憎んでしまうのもわかるが、ヒンメルを含む、今の道真を大切に思っている人たちから、憎まれる覚悟が、彼女にあるのか。ゾンネに限らず、ゾンネ教の者たちに問いただしたいことだな。怨恨の連鎖を断ち切る勇気を持ってほしいね。聖夜も、聖夜を大切に思っている人たちから、聖夜を奪おうとしたものね。自分がしようとしていることで、必ず悲しむ人がいることから、目をそらしたまま行動に移してはいけませんね。家族を失う悲しみを、憎悪を思い出した道真君に、ヒンメル君に同じ思いをさせる覚悟があるか、ね。覚悟の上だというなら止められないかもしれない、けど。ヒンメル。ヒンメルは、仲良くしているゾンネと道真が、好きだったんだろうな。道真君もゾンネさんも、多少なり心は揺れていると思うんだけど。間に合った。いい調子ですぞ、泣き娘。聖夜だって、父を憎んではいる。だが、聖夜は恨みを晴らすのではなく、眠らせることを選んだんだ。殺人によって恨みを晴らしても、新たな恨みが生まれるだけでございますゆえ。道真殿。そうだよ。鳥居家のご両親は、確かにゾンネさんを恨みながら死んだかもしれない。だけど、自慢の優しい息子が、娘のように可愛がっていた子を殺すことを、本当に心から望むかな？目の前であっち人を殺したゾンネを許せないとしても、道真に人殺しになってほしいなんて、きっと思わないよな。そうだ、忘れないでくれ、道真。出会ってしまった。むむむ、ミスはしていないと思いますが。うむ、まずは話を。お、お？地震か？え、なんか揺れて。な、やばい。
優しい人は、損をする。けれど、その優しさは、多くの人を、救うでしょう。そんね。道真くんは軽傷みたいだけど。そんな。一択。おや？ふむ。お？道だね。届いたんだな、聖夜の言葉。そう、だね。そんねは、助からないのか。まだ諦めちゃダメだよ。頭を打ってるようだし、動かさずにすぐ医者を呼んで、適切な処置をすればあるいは。手にかけても、彼女の恨みは晴れなかった。楽になりたくて、他人の恨みまで晴らそうとした。でも、ずっと、苦しいままだったんだね。道だね。道だねもずっと、自分を責めていたんだろうな。道だねが悪いわけじゃないが、あの事故の後、道だねがゾンネのそばにいてくれたら、こうはならなかったかもしれない、のは確かだものな。許さなくていい。でも、終わりにしよう。そうか。家族を殺したゾンネを、自分を見捨てた道真を許すことはできないけど。自分自身を許すことができないお互いのことを、許すと。やっと、好きだと言えたんだろうな。ずっと思いやっていたのだろうに。あ？ダメなのかな？ヒンメル君のこと、一人にしないであげてほしいけど。一人じゃないさ。道真たちが、いる。